日本東京都港区南麻布南麻布は東京都港区の地名。麻布地区総合支所管内にあたり、現行行政地名は南麻布1丁目から南麻布5丁目。郵便番号は106-0047。港区西部に位置する。北で、西麻布、北東で元アザブ、元麻布、麻布10番、東で三田、南で、八金、南西で、渋谷区恵比寿、西で、 渋谷区広尾と隣接する。坂が多く見られ、仙台坂、木下坂、北条坂、青木坂、新富士見坂、南部坂などが残る。江戸時代は、町外れで麻布村の主要工作地だったほか、寺社地も多く、また、大名、長名の下屋敷が置かれていた。今に残る仙台坂、南部坂、北条坂、青木坂は、各藩の屋敷に由来する。 江戸中期には将軍家の別荘である白銀御殿が存在した。明治から大正時代にかけ開発が行われ、後に各国の大使館が設置されるに伴い徐々に今日の国際色豊かな都心の住宅街へと変貌を遂げていった。1962年の住居表示に関する法律の施行を受け1966年、麻布東町、麻布地区谷町、 麻布新井堀町、麻布富士見町、麻布森岡町、麻布田島町、麻布広町の各全域に、麻布本村町、麻布新広町の一部を合わせて再編し、南麻布となった。町名は旧麻布区の南部であることに由来する。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 バックは以下の通りとなる。ありがとうございます。